見の密なること雨のごとし、機械なること一景弁のごとしと歌われるように、左右の剣を雨あられのごとく、また型の始めから終わりまで爆竹のごとく休むことなく攻撃を続ける実践的な剣法です。映画少林寺のラストシーンでも主役の李連傑がこの剣法を演じています。